明治ホールディングス明治明治エッセルスーパーカップ明治エッセルスーパーカップ超バニラ画像は明治エッセルスーパーカップミニ超バニラ。明治エッセルスーパーカップは株式会社明治が日本で製造販売しているカップ入りのラクトアイスである。シリーズの元となるエッセルスーパーカップは1994年に発売された。 もともと1984年発売のアイスクリーム、エッセルのブランド名を継承したもので、明治の社内では現在でも、エッセルの略称を用いている。ブランド名エッセルは造語であり、エクセレントとエッセンシャルを由来とする造語である。メーカー希望小売価格は1個 200ml 入り100円という、商品設定は、当時主流の 150ml 入り100円という、 他社製品と差別化が図られており、一躍ヒット商品となった。以来、そのボリュームと、様々なフレーバーを武器に、日本全国のコンビニエンスストアをはじめ、多くの小売店で販売されている。数年発売されているフレーバーの他に、季節限定フレーバーも発売されており、約2ヶ月ごとに、入れ替えが行われている。また、 2002年10月14日には 90ml のミニサイズが6個入ったマルチパック明治エッセルスーパーカップミニの第1弾として超バニラが発売され数年販売されるようになった2006年にはスーパーカップシリーズの姉妹品として付加価値を高めた高級志向の明治エッセルターボカップシリーズが発売された 2009年4月に明治製菓と経営統合し、ブランドロゴを変更したため、同社では同年9月以降の新製品、リニューアル品並びに既存製品の新ブランドロゴ表示品への切り替えを開始し、スーパーカップシリーズにおいては全商品に新しいロゴが導入された。2011年には中蓋がついた。2016年12月には、 スーパーカップシリーズの新ラインとして、相乗上クトアイスデザート、明治エッセルスーパーカップスイート S が発売され、第1弾の、いちごショートケーキがヒットした。このエッセルスーパーカップスイート S は、内容量が、通常のスーパーカップよりも少ない 172ml で、メーカー希望小売価格が、通常のスーパーカップよりも、高めの220円に設定されている。 ここでは、期間商品、通年商品、再販売が続いていると見られる、季節商品、不定期の再販売商品、及び、新発売品を列記する。スーパーカップスーパーカップミニスーパーカップスイート、S その他の商品、スーパーカップスーパーカップミニスーパーカップスイート、S その他の商品その他の企画。ありがとうございます。